タティサウルス・タトサウルスは、中華人民共和国雲南省の六豊か類相下部、中世代ジュラ紀前期シネムーリアンの地層から化石が発見されている、オルニトスケリダ、長万類、ソーダ立類に分類される恐竜の絶滅属の一つである。わずかに断片的な化石が知られるのみである。1948年と49年、 北京の婦人大学に勤めていたエドガー・エーラー神父は、雲南省大地村近郊で化石を発掘した。それは、植物食恐竜の顎の骨であった。1965年、デビット・ジェイ・シモンズは、モシキシ・タティサウルス・オエレリ・タトサウルス・エラリーを記載した。俗名は、大地村にちなんでおり、首相名は、エーラーへの懸名である。ホロタイプ、 FMNH カップ2088は葉を含む部分的な化学骨である。その化学骨は先端が欠けていて6センチメートルである。葉は侵食されていた。本種はその標本のみで知られている。シモンズはタキサウルスをヒップシロホドンカに分類した。シモンズはヒップシロホドンカが原始的な長脚類で、 それぞれの長万類の祖先にあたるクレードであると考えており、本属がスケリドサウルス、または極竜類の祖先であると思っていた。後の1990年、東恵明により、標本が再調査され、彼はファヤンゴサウルスとの類似点を指摘して同じファヤンゴサウルス赤であるとした。さらにその後の1996年、スペンサー・ルーカスは、 生物年代に用いるため本種をスケリドサウルス、オエレリとしてスケリドサウルス族に再分類した。このことは2007年にデビット・ノーマンらによって根拠がないとみなされた。その代わりに彼らはタティサウルスが歯骨の近親端が腹側に曲がっているという相立類の共有派生形質を持つ基盤的相立類の疑問名であるとした。それによりタティサウルスは 基地の中で最古の総立類と見なされるようになった。ありがとうございます。